住民の写真をもらうまで眠れまてんということで、あ、実は先日無事推し住民が揃いまして。すげえ、体だけドラゴンボールみたいになってる。ちっちゃくてムキムキむっちゃキモいわ、ごめんニンゴ。いいね。ちょっと待って、腹筋どうなっとる。え、そんな横長の腹筋ねえから。あー、めっちゃ優しいじゃん、すげえ気使ってくれてる、ごめんね本当に。そう。バッキバキのフランソはチャチャはムキムキムキのチャチャがぬるぬるのカタツムリ見てるわ。ハムがカットインしていくわ。いや、そこ絶対たまたま通らん場所やからな。あー、いいね、似合うね。やべえ、これ全員あげて真ん中来て頼む。やべえ、スマブラみたいになっちゃった。めっちゃ頭皮の匂いが。住民の写真立てをもらうまで終わらない生放送第2回、イエーイ。絶対にうんこだよな。やべえ、俺これ一通り笑える自信ある。うんこフランソワが、お前もこうなるぞって注意しに来た。ちょっと待って、うんこフランソワがめちゃくちゃ踊ってる。1、2、3、4、スー、うんこの匂い嗅いでますね。じゃああげます。タコヤが注意しに来た。まあ似合うわな、それな。チャチャマルは大体似合うのよ。顔がおもろい。ふんふん。チャチャマルのふんふん。クソクソと書いてふんふん。はい、トタケケにもうんこあげるの成功しました。え、ちょっと待って、なにこれ、めっちゃおもろいんだけど。これ裏技じゃない？あー、若干めり込んでるけど。マンボウ限定なんだ。ああ、ちょっと。これ難しいな。今日の目的どうした？ごめん、我に返った。やめます。あ、一生やってられるよ、これ。あ、いいね。メガネだけ残っちゃった。大成功。原始のマンボウジャックくんです。第3回。住民から写真立てもらうまで眠らない生放送。わー。このシリーズ3回目ですが。あ、やべ、ホーチミンの歌歌ってる。あの、水曜どうでしょうの最終回のホーチミンの曲に似てない？ We are the Ho Chi Minh。 みすずいろんなとこで歌ってんじゃん。ホーチミンのテーマ。ホーチミンのテーマを広めたいのか。めっちゃいい。ちょっと想像を絶する面白いパートがあった。めっちゃうめえ。これ任天堂が面白すぎんだよな。じゃあ能面にしよう。そのそこなんだ。こっちから話しな。え、おもろこれ。こう、うわ、めちゃくちゃ空見上げてるぞ。え、横なの？こっち向きにしてみようか。メガネのパーツみたいになってんだけど。ちっちゃ、ちょっと待って。目と同じ大きさなんだけど。前でお願いします。後ろだった。まだ見てない。ほぼ能面じゃん。これチャンスなんじゃない？その角度やばい。能面爆笑してんじゃん。ほほ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 。キリツレドコムス。めっちゃおもろいこと言ってきた、突然。キリツレドコムス。明日からキリツレドコムスチャンネルに変更します。君が好きだ。絶対振られるわ。え、それ住民にやるとやり返してくれるときある？やろう。君が好きだ。
告白していい？わ、ちょっと緊張するんだけど、やばい。あげよう。ちょっと待ってくれよ。距離の取り方うめえ。一生付き合える気がしねえ。起立礼チョコムス。こんばんは、ケロケロケロッピです。今日はですね、第4回住民から写真もらうまで眠らない生放送を行います。あー、よっと、しゃ、クリスチルの海ゲットです。これは部屋に飾ります。シンプルに変態。なんて言われようが俺は飾るぞ。はい、じゃあこれは飾り続けます。お、来た来たぜ、ドコボーイ。イケメンです。今日はですね、住民の写真立てコンプリートを目指す雑談放送第5回。わー、待ってたぜ、イエーイ。ミゴとチャチャマルのコラボレーション。カオス。チャチャマルってマジで当たりキャラだよな、この今作の。何しても面白いもんな。さあ、じゃあプロポーズしに行きます。チャチャマルか。チャチャマル、どうした？おい、どうした？これパーティーにかけていいやつじゃないぞ。パーティーで罰ゲームでかけるやつだぞ。クリスチーヌが主役なのに鼻眼鏡で目立っちゃってるし、語尾がスマップになってる。フランスはがよかった。結婚してくれ。ちょっとチャチャマル空気読んで。場所違うから、今。そこじゃないから。うわぁ、どっちか読めねえし、チャチャマルが空気読めてねえ。ふんふんふんじゃないね。マジで？ムーンサルトできんの？どんまい。立ち直り早。せっかくだから写真撮りたい。いや、ちょっと、俺にダンス披露しなくていいのよ。あ、金鉱石だ。ついに金鉱石あげ出したよ。もう、ちゃちゃまる空気読め。ちゃちゃまるめっちゃカメラ映りたいじゃん。あの、待機の時の顎がグッてなってる時の顔めっちゃ好きだわ。え、ちょっと待って。これストローの語尾じゃね？なんでストローの語尾映ってんの？怖いんだけど、え、何？呪い？ストローメガネ。ほら、やっぱストローの影響が。まあでもこのメガネ脱出できるからいっか。ちょっと待って、この島ストロー来てねえか、マジで。俺いないときに。あいつ遊びに来てんだろ。こんなのあんの。新企画。まあ、新企画ってことでもなくて、ただの雑、住民の会話を観察する生放送です。ブーイエーフー。ジャックがドラム叩き出したぞ。ビートが渋い。曲のせいだな。これ今ケケメタルとかにしたら叩いてくれんのかな。でもカラオケで歌うのはオレンジです。僕。あ、ミスゾチ起きた。どうした？あれ、ちょっとミスズ。寝起き即ドリフダンス。お元気ですか？聞いてんじゃん。おどうした？どんなの？最高。俺の理想のあだ名です。それにします。好きな本か。今熱い本か。何にしよっかな。動物の森パーフェクトガイドにしよう。入るかな。何文字入るんだ。あ、まあいっか、これで。動物の森パーフェクトガイにします。動物の森の完璧な男みたいになっちゃった。動物の森パーフェクトガイ、ケイン小杉が言ってそうってめっちゃおもろいね。動物の森パーフェクトガイ。言ってそうだ、確かに。パーフェクトガイ。いや、どういうコンセプトねえ、どういうコンセプト。好きな言葉はセルフブランディング。ブランディングしてそれなんだ。住民の写真立てコンプリート目指す生放送パート6。イエーイ。ほら、
やっぱ割れてねえじゃん。すげえ真実が明かされた。どうせお前も腹筋割れてないんだろう。これは仲が悪くなるぞ。あ、大人。仲は悪くならない。即ヨガ。精神統一。さすがフランソワ。シンプル変態。ダセー変態になっちゃった。人造人間14号やない。間違えたパリピじゃん。くっそ下手くそなマジシャン。ダセー。ダセーピーターパン。住民の写真立てコンプリート目指す生放送。サブ島編。あー、アホちゃん。めちゃめちゃいい感じだ。通報待ったなし。まだ逮捕されてなかったか。サイバーサングラス合いそうなんだよな。保つ最強だな。何命のせい。なんで真冬にバスローブで生活してんの。これは絶対似合うから。営業成功率 0% のサラリー。ムキムキの肉体あげよう。あー。合わねー。あー、あ、よかったね。でもね、これを目指してたんでしょ多分。おいや、好きっていうかこれしかないんだよね。カスタムなんだよこれは。艦隊どこにするか気になんない。これやってみよう。あ、もう直張りなんだ。あ、そうやってかけるんだ。どうやってつけてんの。貼り付けてんの。なんだなんだ、急に、急にすごいしゃくれてる風に見えてきたな。なんだなんで、俺だけ急にそういう風に感じてきたの。なんか、ボカロみたいな声してんな。なんで、怖すぎて泣いたのかな。あ、かわいい。かわいい。パイクーハンみたい。そんな下の方につけるタイプ。あれじゃん、ご飯ですよの人じゃん。ドロ吉のやっぱこの泥棒、江戸泥棒感を消したいわけ。泥棒じゃなくなるかもね。あげてみようか。いや、金持ちな泥棒だな。あ、やばい、タヌキ泥棒入ってるよ。やばい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 。ちょちょ、こっち来た、あっち、後ろ見た、後ろ見た方がいいって。こっち、ほら狙ってるって。一旦この中に隠れてと思ってるって絶対。今日はですね、住民の写真立てコンプリートを目指す生放送サブ島編パート2。イエーイ。かわいいじゃん。おい、保つ。いや、もう露骨に映りに来たやん。なに、チョロ吉のこと好きなん。めっちゃ覗き見してない。いや、保つやばいって。なにこの会話。シュンじゃねえ。怖いのは歌舞伎だけど、どっちも怖いにするか。あ、まさかこれで収まるんだ。いいやつだよな、こいつら。TTP じゃないね。もうこの人の、お、頑張れ。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 いや、もうそこはい、いや、今大チャンスやん。あれ？食べた？え、口の中入んなかった？あいつ蜂食べたぞ。この辺切り倒そう。山だわ。あ、やべ、グラハムいた。大丈夫か。あっ強っ。グラハム強っ。え、死んでる？もしかしてこれ。あ、生きてた。よかった。いや、銀こっちのセリフない。めっちゃ強いじゃん。カタパルトタートルじゃん、遊戯王の。その見た目何やっても面白いじゃん。天気悪。今日はですね、住民の写真立てコンプリート目指す生放送サブ島編パート3。イエーイ。プレと言わんばかりに来たわ。あ、喋る。なんか鼻から出た。見た今みんな。
るように広もしげる。お嬢もなくなるもな。君に言われたくないわ。調子者の権限みたいな顔してる。本作シリ全部見えてんのよ。ねえ、後ろ全部出てるわ。今気づいたけど。てめえ先出てけこら。俺の方が昔からドコムスチャンネルで有名だからな。あ、俺はおめえもだろうが言う。おい待てよ。あ、辛そう。めっちゃ辛そう。いい顔するわ。あ、なんか YouTube 見てるわ。あ、 YouTube じゃない。おい、 LINE LINE 電話つけっぱなしやぞ。グラハムめっちゃ笑顔で待ってるから。鼻なんよな、グラハム。でも本物のハムスターの鼻ってこういう鼻だよね、多分ね。一番ハムスターに近い男なんじゃない何今の顔うちの住民良くない。なんかこのサングラス流行る普通。あ、なんか体が異次元にめり込んでる。見てはいけないものを見てしまった。逃げろ。え、今日はですね、住民の写真立てコンプリートを目指す生放送サブ島編パート4。イエーイ。ごめんね、あげて。それ外で着るやつじゃない。バスタオルめっちゃやべえ、俺のせいでバスタオルがトレンドになってる。申し訳ねえ。お、めちゃくちゃバスタオル。何？集団で俺を誘惑してんの？もうなんだこの組み合わせ。もう完全に盗みに来てるわ。まだ警戒してるもん。チョロ吉が歩くと後ろ早足でついていってるぞ。ちょっとあれ、なんか勝手に水あげてるけど。おい、今もう後ろ向いてる間に。なんだ、成長させてから盗むんか。やべ、この部屋の特徴、チョロ吉がこの部屋の特徴メモってるぞ。やばいやばい、全部盗まれるわこれ。住民の写真だってコンプリート目指す生放送サブ島編パート5。ブーやばい、後ろにいるって。豆吉やばいって、後ろに泥棒いるって。気づいてないんか。あ、もう今日はホワイトボード盗んでやるか。全然見ないじゃん。すげえ吟味してるよ。いや、もうちょっとこんな話、後ろにチョロ吉いるよっていう選択肢欲しいんだけど。ちょっと俺が声かけしとくね。絶対盗むわこいつ。高すぎて笑っちまうぜ。あ、よかった、気づいた。マメ吉気づいたわ。てか気づいたけど、俺の方が泥棒だった今日。今日めちゃくちゃ俺泥棒だったわ。何回言うねん。これ二人で盗む？これ。この後さ、次の客来たタイミングで二人で運ばない？もういいって、何回も言わなくて。そーっとね。やったー、モニカののみだー。え、かっこよかった？嬉しい。モニカののみだ。モニカの飲みを飾ります。何、シンジみたいに言うな。逃げちゃダメだじゃないの。あ、飲みついてんの。かい。君たちはまず下箱な。もう狂い始めてる。もう限界来てるやん。住民の写真立てをコンプリート目指す生放送パート6。わー、間違えた、リアクション間違えた。あー何これ、何時代のどこの国の写真なの。これどう、猫です。そうだよ、猫です。毎回あの種類言ってくるっていうのにしてみます。わかりやすい。いや、知ってるよ。かわいいかわいい。狙ってたんだ。あ、ね、あ、猫なんだ。知ってます。やべえ、忘れてた、マジで。めちゃくちゃ不意打ちきたわ。ジュンジュはマイフレンド、穴がちや。もう意味わかんないから。それいいじゃん。盗むぞ。それにしよう。盗むぞ、いいな。いいね。もう宣言していく。過去一に合ってるでしょこれ。いい感じだろ。盗むぞ。増やそうとしてる。
盗んで。お、盗むのか町長。ちょろきちちょろきち。敵雨で死んじゃった宮川大輔やん、これ。あかーん。これあれじゃん。天国のペヨンジュンじゃん。失敗の人造人間。お。かわいい。おーい、ダカムスくん。海まで誘導しよう。ダカムスくん。あれ？あ、来た。かわいい。ダカムスくん。なるべく、なんかちょっと保つ誘導しよう。寄ってくる。やべ。なにこれ、デッドバイデイライト？やばいやばい。こんばんは、中山きんにくんです。今日はですね、住民の写真立てコンプリート目指す生放送、サブ島編、パート7。いやー！パワー！いや、気持ち悪い俺。中山おじいちゃんやん。筋肉部分だけすごいな。何？何このメンツ？何してんの？おもろい。挨拶考え出した。もうこれしかないでしょ。これで行こう。いいじゃん。これ部屋入るだけで笑っちゃうんだけど。忘れてた。やべえ、めちゃくちゃいいやん、この挨拶。最高傑作だな、これ。あ、なにこのメンツ。頂上決戦じゃん。あ、余裕の表情。え、保つにめり込んでる。熱烈キッス。ディープキスやん、これは。煮ちまった。ニコー。あ、ちょっともう、二人邪魔するのやめよう。じゃあね。かっこいいじゃん。なんか乗る側早くないテンポ。その半分で乗ればよくない？1、2、1、2、1、2、1、2、早いって。これ演奏してる側も気になるぞ、その乗り方。飲み飾ってるよ。飲み飾ってどういうこと？あれ？ほんとだ。ちょっと待って。お前、俺と同じ趣味の持ち主なんか。飲み移動させてんの？どういうこと？あれ？この間ここにあったよね。あれ？お前上級者だな。あれ？飲みの位置また変わってる。え、これ誰の飲みなの？これ。同居人なんだ。かわいい。あれ？なんか飲みかわいくね？こんな跳ねるんだ。めっちゃかわいいじゃん。こりゃ買うわ。住民の写真立てコンプリート目指す生放送、新サブ島編パート1！イェーイ！ハゲ取る。鉄腕ダッシュのリーダーやん。確かに。確かに。ちょっとリーダーっぽいな。あ、ツルツルなんだ。頭皮を見せに来るな。ここ座りたいよね。あ、いいね。ちょっとイボボ、チャー出してくれや。ギリギリこたつに足が入らない。お乗っ取る気か、言えよ。やっとの思い立てたんだぞ、最近。めっちゃ嬉しそうやん。何？アイソトープここも住もうとしてんの？内見してない？なんか。完全に内見してるわ。座った。ここも住むわ。多分ここも住みますね、これね。っていうかやっぱカエル族って外出たくないのかな？ってなるとやっぱ外ガンガン出てるガチャってカエルじゃねえよな。これもいいね。これゲームボーイ版のしんちゃんって感じね。お。いいね。お。これはしんちゃんという概念ね。これと、これはしんちゃんという概念を表してますね。目がなくないか。
やい、ばもないな。キツのやい、キツのやいで力尽きてるな、この人。え、タモツの刃あった？どこ？どこどこ？いや、これタモツ、これゴリラなんよ。これ本物のゴリラなんよな。これめっちゃエロいタモツだろうな、これはな。これはなんか、Eテレに出てくるタモツかな。ちょいちょいゴリラと混ざってんだよな。え、めっちゃむずくない？俺じゃん。あれなんか豊作めっちゃ怒ってんだけど。どうした？おい、ピッコロが豊作を殺したぞ。何言われたの？やっぱピッコロやべえかもしんねえな。全然気にしてね。こんな切れてんのに目の前で掃除できるピッコロのこの目ね。住民の写真立てコンプリート目指す雑談新サブ島編パート2、イエーイ。現在こんな感じのメンツになってます。まあ、軽く一言紹介すると、エチ姉、筋トレ姉さん、筋トレおじいちゃん、蘇る不死鳥、ロボット、可愛いサイコパス、イボ、ハゲ。お、可愛いじゃん。似合うじゃん。ごめん、似合うけど、その格好で筋トレだけやめな。ピッコロがいる。ピッコロがいる。必殺と書いてピッコロ。謎が解けたわ。なるほどね。あなたもチョイスがいいね。ずっとヨガしとんな。キスしてもバレないかな。あ、気づいてる。これめっちゃいいやん。スポンジボブに出てきたチャチャマルかな。これはちょっと悪意あるでしょ、これ。たまにいるこの丸いチャチャマル、何これ。チャチャマル容疑者。ドムって書いてあるんだけど。どういうこと？体型の話？マジ？変えちゃおう。ハゲ。ハゲ。うわ、裏切ったな。見つけるやつアハ体験って言うんだ。振り上げ速度やばくない？筋トレの成果出すぎなんだよな。あれ、ガチャが外出てる。うわ、ごめんね、俺が昨日言いすぎたから。あー、辛そうに筋トレしてるわ。あー、明日停止しちゃう。あ、停止した。あぶね、やべえ、フリーズ直前だ。寝返しといてあげよう。嘘だろ。今の瞬間に着替えて出てきたの。どういう状態？怖っ。あれ起きてた、あれこいつ起きてたわ。あ、そうだ、この人忘れてた。なんかもうマリリンが言ったら全部意味深に聞こえてくるの俺だけ？袖なしニットワンピかな。めちゃくちゃ似合う。めっちゃ似合うじゃん。